サイドカーは、コニャックベースのカクテルである。由来は、諸説ある。第一次世界大戦中に生まれ、サイドカーという名は、側車付き二輪車が、事故に遭うと、運転者よりも側車側に乗っている同乗者の方が、重い被害を受けやすいとされることに由来するという説。サイドカーの衝突事故などの際には運転者に、 自己防衛の本能が働いてしまうため、側車側を障害物にぶつけて運転者自身を保護する、結果になりやすく、側車に乗っている同乗者が亡くなる例が多かったらしい。この、サイドカーイコール女殺しという図式と、本カクテルの飲み心地の良さことを掛け合わせた、一種の、シャレだと言われている。第一次世界大戦の最中、 サイドカーに乗って退却するフランス軍将校が、レモンをかじりながら、キュラソーブランデーを飲み続け、追ってからの恐怖を紛らわせた孤児により生まれた。パリのハリーズ・マッケルホーンによって1933年に作られたという説。サイドカーという名前は、常連客の将校が、いつもサイドカーに乗って来店したことに由来する。シェーカーに材料をすべて入れる。飼育士。 カクテルグラスに注ぐ。ありがとうございます。